How are you doing? Good. こんにちは、英語屋さんの安枝ゆかりです今日は、えー、とこのビデオで紹介したいのは子供と一緒に飛カ球を使って遊ぶ遊びですヒカッキっていうのはもっと何々例えば、えー、とおやつ半分に割ってどっちが欲しいって聞いた時に大きい方が欲しいより大きなものが欲しい えーと何かねえー、っとゴム跳びみたいなゴムを貼ってて下をくぐる時にもっと低くしてほしいとか高い高いした時にもっと高くしてほしいとか何か基準があってそれに対して小さいとか大きいとか高いとか低いとかいう、えー、言葉の使い方を比較級と言いますじゃあ実際にえー、っと比較級今日使っていく比較級の単語は Big, big 大きいと small 小さいですビッグの比較球はビガービガースモーの比較球はスモー s m スモー e r と言いますじゃあこのビガーとスモー e r を使ってどんなフレーズで遊んでいくのか実際にやっていきたいと思います 使っていくえっ、ー、と遊び道具はこちらです。ヘリんバルーン、風船です。この風船を、えー、子供ってまだ膨らませられないから小さい子はママが膨らましますよね。このくらいでいい？うん。もっと大きくして。このぐらいでいい？ うん、まだまだ大きくしてこれぐらいでいいうん、もっと大きくしてうん、もっと大きくしてっていうフレーズを英語で言えるようにしたいと思いますあ導入の仕方えっ、ー、とやり方はまず一緒にやっていきますねえっ、ー、と「これでいいこれでいい?」は英語で「is this okay?is this o k Okay? と言いますこれに「えー、is this okay?」にリズムをつけて言うようにしてあげましょうこのリズムとか抑揚をなんかしっかりつけることで子どもの体と頭にこう入りやすくなっていきますじゃあどんなふうに言うかというと「is this okay?is this okay?」じゃあ一緒に言ってみますねまず私が言います「is this okay?is this okay?」 Is this okay? Is this okay? で、これを膨らまして、Is this okay? で、その次に続けて親がまずインプットしてあげる必要があります。うー、んうん、もっと大きいのちょうだい。これは、No。うーん,、うん、No。もっと大きいの、Bigger。Bigger? Please 大きいの Please お願いくださいっていうフレーズになりますでこれに、えー、とまたリズムをつけると Is this okay? No bigger please Is this okay? No bigger please Is this okay? No bigger please という風に、is this okay?No, bigger please! という風にやっていきます。じゃあ、このバルーンも、えっ、ー、と、膨らましてくくってね、渡してあげるのももちろんいいんですけど、これが大きくなった時に、今度はカウントダウンね、10、9、8ってカウントダウンをして、5、4、3、2、1で飛ばします。飛ばすと、子供は、は っって言って言喜んで開いに行きますよねで取った瞬間に「I got it!」「取ったよ!」「あったよ!」I got it!」これはまず親が、えー、と言ってあげます。その取ったタイミングで「I got it!」「取ったね!」じゃあ次はママのところまで何秒で戻ってくるか数えるよ。Ready? で今度は 1, 2, 3, 4, でカウントアップをしていってあげてください、えー、この遊びをするだけで「ひかっと数「数あとは「I got it」っていうフレーズも習得できちゃいますえーうん言葉が出始めたら結構小さい段階からね小さい年齢の子たちから遊べるのでぜひやってみてくださいね OK!See、okay? you!